動物園に来ました。長いこと運転してましたよ。あ、運転お疲れ様。本当にね、動物園に来てウイレズミを入れたいと思います。ウイレじゃない。今日ここに僕目隠しをして園内適当に歩き回りますと。で、目隠し取って目の前に取った動物の入れ墨を入れたいと思います。一生残るやつ。今ね、僕ね、2箇所入れ墨入ってるんですよ。まあ、入ってます。大事なのこの左の手首。これね、意味遊び心っていう意味なんですよ。そう、企画でこのランダムでこの決める感じ、もう遊び心の極みだと言いますか。マジでいいの？この遊び心入れてる時点で。いやー楽しいね、なんかね。今冷静に思ったけど、クソダサいと思ったけど、どうする？本当に。じゃあルールはあれでいいんですか？俺らが目隠ししてる君を連れてってストップって言ったところでいいんですか？そうだね。そういう感じ。一人で歩けない。そうだね。まあでもできるだけ一人で歩きたいけどね。そこら辺はまあうまい感じで誘導してもらって。はい、始めるターボ。うん。じゃあやっていこうか。やっていこうね。ターボ。顔色悪いけど。俺そんな目いってないでしょ。え？絵じゃない、そっちじゃない。インカメに行くな。こっちにいるから。俺や。おー、あーじゃないのよ。生き別れた兄弟だ。生き別れた兄弟じゃねえよ。お前をマスってる村。マスってねえよ。指切り村。指切り村じゃねえんだよ。まあじゃあ俺の入れたい動物ランキングベスト3でも。あーいいねいいねいいね。俺らが入れてほしい1位はもう決まってるから。あ、そう。まず3位。聞かねえんだ。聞かないね。全然聞かねえんだ。どうぞ、おのおの来てもらって。俺らの1位はひよこです。ひよこ俺5、6匹入れてほしい。俺はね、やっぱりね、クジャク。あそこ、フラミンゴが見えました。おお、うわ、目隠しって怖っ。ちょ、俺先に見てくるわ。え、ここライオンだ。え、チーターもいる。見てる、見てる。え、待って、何？あー、分かった、これワニだ。ワニいかついかしょ、ここじゃない。ワニダメ。ああ、ダメだ。はい、次行こう。ライオンかっけえよな。ライオンマジでかっこいい。動物の王者に君臨するライオンだからね、やっぱ1位って感じがしてめちゃめちゃかっこいいよ。お前人生100いくらや。100位以内ではあれ。ああ、この辺なかなか趣ある。この辺で。ターボ、ここ何？どうせはカメとかだろ、どうせ。ここカメ。ああ。じゃあここダメ。あ、ここダメ。はーい。ああ。俺クジャクだからさ、やっぱ鳥系、鳥系の声聞いたら。やったな。かわいいな。いいいいいい、かわいいかわいい。かわいい、かっこいい。お前単純にやべえやつだな。え、マジでなんだろう。ここなんでしょうか。答え言ってあげた方がいいのか。もう戻れないから。ああ、そうだ。じゃあ外したら言ってあげる。サイサイサイ。ここじゃないですか。ああ、鹿ですね。あ、鹿。かっこいいですけど。あ、はい、もう戻れません。鹿には。なんか興味ない。一つ報告あるんですけど。なんだ。もうライオンとチーター過ぎました。うえ。で、なんか顔の青いかっこいいでかい鳥も終わりました。うわ、結構逃してますよ。うわ、えぐ。大地大地。えぐえぐじゃん。絶対ゴリラがチンパンジー。えぐえぐじゃん。大地ではない。おお。まあ、この壁で結構変態やん。アホだな。上がった、これペンギンとかでしょ。よく見てます。ペンギン。ありがとうございます。え、な、何、何を見てんの？リスナーさんでした。頑張ってください。頑張ります。これ多分ペンギンだと思うわ。ペンギン、まあペンギンって結構可愛いと思うんだよ。ペンギン入れますか？うわー、これちょっと悩ましいね。まだね、半分もいってない。そうだね。まあ全然あるよ。パス。こちら、クマでした。クマ？クマ。あ、え？かっこいいよ、いかついよ。見てくる。あー、あ、分かったわ。お、なに？なになに？あ、俺これにしようかな。お、お、これキリンでしょ、これ。ザ・動物園っていう匂いがしてる。あー、まあまあ確かに。クジャクは高いよな、でもな。まあ、まあ、パスパスパス。はい、こちら羊です。羊。危なかったね。危ねえ、迷える。こう羊ちょっと勝つところだったぜ。危ねえ。待って、不利したよこれ。もう一回バカおもれえな。めっちゃ面白い。ここからは五感で受け取ってください。あ、五感。右、真ん中、左で 3個違う動物がいます。じゃあ右、何だと思いますか。五感すぎるね。じゃあ右サイ。右サイ。ああ。じゃあ真ん中はオランウータン。オランウータン。ああ、左は左、ラマ、ラマ。ラマ。あんだけ共存してるの。難しいや。この3つの中にもしかしたらいいのあるかもしれないし、何もないかもしれない。まあね、本当に直感でいるって感じしなかったから。あの、パスパスパス。おお。ターボーさん、はい、目開けてください。セーフだからもう。
記憶ない。俺もだから記憶ない。ヤバかった。危なっ。うわ俺これ結構好きだな。あ俺もなかなかいいねこれ。カピバラみてえだよ。ここしないしないしない。馬でした。馬。あー、ポニーですね。あ、でも馬だったんじゃない。馬っていいね。結構いいよ、見ていいよ。うわー、馬面、馬面、楽しいね、なんか、ね、楽しいよね。はい、次。あ、白いの可愛い。白可愛いよ。ぼーっとしてる。やばい、坂やばい。これすげえやつだ。これすげえやつ。マミーアキャットみたいなやつでしょ。ミーアキャットね。マミーアキャット。お母さんになっちゃったけど。羊です。羊。羊。羊ターボーと友達感あるけど。ほらターボーだ。ターボー結構似てるやん。これはいいね。来ました。さあ何だと思いますか。全然わかんない。でもなんか結構さ、モルモットとかの時さ、結構林立てたじゃん。これすごいみたいな、そういうフラグみたいなのが今回なかった。確かにね。これ迷いどころだね。これ迷いどころマジで。今日はクジャクなんじゃない。ここいやなかなかいいとこ行ってるよ。ノリクジャクなんじゃない。ここね、正義クジャクなんじゃない。ここ置いてるね。そこじゃないです。あクジャクなんじゃないの。ここ逃したらもう戻れない。ここですよ。ここでよろしいですね。いいの。え、これでいいの。マジでいいの。これちょっとそういうこと言うのや。はい、決定しました。え、そういうこと言うと怖いやん。やべえ、なんかやらかしたから。オープンしてから。え、開けたくない。え、どうしよう。え、反応怖いやん。もう相棒が決まりました。うわ、怖っ。こちら。あげるよ、じゃどうぞ。ペンギンか、ペンギンか。でも結構おしゃれだ。いや結構いいと思うよ。イルカ入れたいっすよ。そう、俺だってペンギン結構ありだってさっき言ったもん。うん、だからね、当たりとか意外と当たりわけなんじゃないかな。そう、書き方によるんじゃない。あー、はい、ということで、はい、ペンギンに決定しました。イエーイ。バイバイ。あ、あさり。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!